さあ、やっていきましょう。今回は救助メインで立ち回りたい。またリージョン？これさっきのやつじゃねえよな。おやリージョン。どんだけいいんだよ。端っこやってるなら中やりに行こう。ちょっとトーテム壊したいんだよな。救助チャンス。こっち来るかこれ。あ、さっきの人じゃないな。ちょっとごめんね、とうとう壊したい。これを壊せば発電機のスピードがちょっと上がる。しゃ。狂乱使わねえんだ。こっちです。狂乱使わねえの。あー、くっそ、さすがに狂乱マジ使わねえな。いやー、これダウンすると効果消えちゃうんだよな。いや、真ん中やってないの結構あれだな。端っこ端っこ直してるな。なんで真ん中から直さないんだろう。マップあそこの高台。あー、つけちゃうか。どうすか、戻ってくるっていうか。狂乱使わねえな。回復するか。マジで使わねえなこの人。さっきの人とは。狂乱移動手段にしか使ってなくね。わーっつ、後ろから来た。意外と見失うな。よっしゃー、よいしゃー。ここでチェイスすれば真ん中発電機つけてくれるかな。
よいしょさあ、板壊してね、ナイスナイスしかも、もう残り1台やん。しゃこう真ん中ついたよね。ついて疲労回復していつつん。え、真ん中ついてないの？ああ、まあまあまあ、でも発電機離れてるから、まあ、いいっちゃいいか。真ん中マジでつけないな、この人たち結構反対側で打ち捨てしてたから。独特なサバイバーがなんか増えたなぁマジで。救助本当はしたいけどここがあんまし、いや、こっち来るか？いや、マジかー。来るかー。あっぶー。さあ、一回蹴る。ナイス救助、ナイス救助。で、戻るよね。オッケーオッケーオッケー。しかもまた板落としてねえじゃん。さすがにつけれるかな、ここは。タナとか地味に効いてんな。お、やられてんのかな。チェイス中かな。板多いなぁ、このマップ無駄に多すぎじゃね。なんでこの小屋板とさ、あの、あそこに目の前にもう一個あんだよな。やばすぎないこの生成強すぎだろう。おっと、もう一個のゲートはどうだ。割と近いな、ゲートの生成。オッケー、開けていく。これ俺死んでもいいから助けたい。なんかゲートの生成おかしくね。なんで片方にさ、片方のエリアに2箇所やってんだろうな。しゃ。やべえ、ちょっと待って、回復してね。
うわあ。いや、俺はもう死んでもいい。あとでも1回助けないといけないんだ。3回助けないといけないんだよね。かぼちゃん、いやでもこれね、ほら助けられたら向こうまで逃げれない気がするな。このフェイスキャンプの隙を俺は助けたからな。ああ、でも来てくれてるわ。ナイス。あ、いけっか、これ。いけるんちゃう？いけるんちゃう、これ。フラッシュやった。ゲー。あと1回や。はい。ってことで、デッドバイ。まあでも、いろんな戦い方あるな。面白いね。同じキラーでも、狂乱使う人とあんま使わない人。ってことで、ではでは。